ルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、目の前にありますこの段ボール箱です。タイミングが合わなくてそのまんまクローゼットの中に置いたままになりましたガンプラです。これを作っていこうかなと思います。とりあえず中身を見てみましょう。はい、4つありました。順番に作っていこうかなと思います。今回が積みプラ第1弾としまして1個作りたいと思います。で次に、2つ目3つ目みたいな感じで作っていこうかなと思います。ここにあるガンプラが何なのか紹介から始めたいと思います。ガンダムビルドダイバーズリライズの最後の方に出てきましたジュピターガンダム、こちらですね。ビルドダイバーズの外伝になりますビルドダイバーズブレイクのガンダム GLS ですね。こちらの方はちょっと名前しか自分もわからないのでどんなのか楽しみにしてます。なんでこれがあったのかがよくわかりませんけど、ガンダム00のですねセラビーガンダムの後ろにくっついてましたこちらのセラフィムガンダムですねがありました。エルカチャンネル積みプラ第1弾はこちらのセラビー&セラフィムガンダムを作りたいと思います。エルカチャンネル、はい、完成しました。セラビーガンダム、セラフィムガンダム、できましたよ。それでは出来上がったものを見てみてください。セラビーガンダム、かっこいいですね。やっぱこうでかいなというのが感想ですね。で今回はこちらのセラフィムガンダム、このセラビーガンダムだともうこの形のおまけみたいなもんなんですけど、今回はちゃんとこちらセラフィムガンダム単体で用意してます。なのでこちらのセラフィムガンダムを外すんですけど、ちょっとこれ硬いんですよね。バキっていきそうで怖いですね。取れた。もうほらこの状態で出来上がってるので、今回ちゃんとこちらですねセラフィムガンダムちゃんと動きますよ。変形させてセラビーガンダムの後ろにくっつけたいと思います。まあ変形って言ってもですね大したことないですけどね。手のパーツを外してこのところをと頭を外してし足を折りたたんでいきます。と言ってる間にほらできた。そしたら危ない危ない、よし完成。そしたらセラビーガンダムの後ろにくっつけていきます。よいしょ。はい、できました。そうですね、こっちだとですね、そうだな、この発射口のところって言えばいいのかな、これがですねこういう感じで中に緑のシールを貼ってるんですけど、でその上からクリアパーツがはまってます。こちらの足の方も見るとこうやって入ってるんですけど、
この変形させて今くっつけているセラフィムガンダムは手のパーツがつけてたのでどうしてもそれができません。まあこれはこれでありかなと思います。いやー、積んでいたプラモ第1弾セラビーガンダム&セラフィムガンダムでした。どうでしょうか。個人的にこの00の作品ってかっこいいんですよね。ということでですね、第1弾はこちらでした。第2、第3等を予定してますので積みプラ崩して作っていきたいと思います。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。